しくないシュートは決めまあ、ようこそお越しくださいました。徹子の部屋。徹子の部屋。15年だよ、もう。ねえ。かれこれ。それって、どっから計算してんの？その、どの時？あの、店作ったところ。違う。もう、自分でクリーニングリブレを立ち上げ。店なかった時やもんね。まあ、曲がりしてた時。曲がりしてた時？一番最初は曲がりしてたんだよ。どういうこと？だからクリーニング屋さんの曲がりってこと？そうクリーニング屋さんに、このワンレーン俺にくれっていう。そんな時期ありましたっけ？あった一番最初は。あそこね、あの路面のとこ。うん、あれは、まあ、あれは違う、あれはその2年後ぐらい。一番最初、本当に。あ、それじゃあ俺知らないよ。そう、うん、まだだって大阪にいたでしょ。15年前、それは。そう、15年前。いつ来たっけ、大阪から。あれいつ来たのかな。でもその2009年とか。2009年でしょ、うん、俺2007年だからスタート。あー、だからちょうどだから大阪いて、そう、ね、俺がそう、ね、こっちで自分で商売やるって言って、うん、みたいな、そんな感じのノリだった。で、お互いサーフィン行こうよっつって、うん、大阪でしょ、うん、で、こっち東京だから、うん、なんか浜松あたりで合流して、うん、で、イラコか。あ、ありました、ありましたな、はい、そういう間ですよ。早いですね、15年か。15年ですよね。え、まさかですね。まさかね、こういう風なところでね、東京でお店持つとかね、はい、当時、全く興味なかったっす、クリーニングなんかに。まあ、全くなかった。全くなかったっす、うん、地味な仕事してんなと思ったもん。確かにね、地味やなあっていう、ね、イメージ。その時はね、うん、まあ、その時兄は何やってたっけ？俺はその化粧品とかの、あ、ね、販売とか。そうね、販売とかメーカーやってたもんね。全く違う業種ではあるけど、その時だからちょうど転職っていうか、東京に来るタイミング。タイミングだよね。はい。そうよ。だから。で、それは多分2009年とか、俺だから、あの転職で東京来て、うん、いきなりニューヨーク行ってきてって言われて、あの写真を押さえたのが、あの一発目のニューヨークの出張。うん、衝撃でしたね、あのオーガニッククリーニングの看板の。なんかどっかで弟がクリーニングやってるっていうのはどっかにあった、その時もあったんだよね、多分ね。まああったんでしょうね、写真撮ってたっていうことは。地味な仕事しながらも弟がやってる仕事になんか、うん、だってマンハッタンのど真ん中にオーガニッククリーニングって書いてたら撮るでしょ、それ。まあ撮るかな、ね、おしゃれやったしね、はい、なんかね、で、まあ、そういうところから15年前に、うん、あの立ち上げて、はいはいはい、で、まあ、試行錯誤しながら、はい、こうクリーニングって自分で受けたことっていうのが、その B2C っていうのをやるのは初めてだったから、はいはい、B2B はいろいろとやったけど、うん、でそこでリアルなお客さんからのね、結構ダメ出しとか、うん、あ、いっぱい食らうわけですよ。そりゃそうですよね、うん、で自信があったからいろいろと、まあ食らってもまあ、それを全部対応していくっていう。なるほど、うん、で、いろんな走行してる間にいろんな衣装が始まって、うん、いろんな衣装をやってもらえないかっていうことがスタートして、うん、結構やっぱりこの業界自体がさ、うん、人手不足で、うん、夜中にその取りに行って次の日の朝までに仕上げるとかそういうのはできない。体力的にもほんときついのよ、うん、1公演やるだけでだいたい5キロぐらい痩せるから。なるほど。そう、 だからそういう仕事をやれる人が少ないって中でちょっと挑戦してみて、はい、まあ、そこから、ね、いろんなまたそこでトラブルが起こるんですよ。なるほどね。衣装とかでやったら、はい、どういった、例えば海外のアーティストだったら、うん、例えばその衣装についてなかったよ、俺はついてるとか、これ生地破れてるとか、いや、そこで俺が学んだのはやっぱりあの海外のアーティストってクレームとか
すごいガンガン言ってくるの。で日本のアーティストとかだったらコミュニケーション取れるからいろんなこと話ができるのね、これ最初からこうなってたとかできるんだけど、うん、そういうのをちゃんと分かるために全部写真を撮るようにした。でちゃんと証拠の写真を撮ってこうなってましたよって洗う前ですよって言って、でそれで強気にって言ったらあれだけどちゃんと証拠あるってやったら向こうは多分それを聞きたかったんだろうね。でそこですいませんって謝って言ってたら、うん、どうしてくれんだみたいな感じだったと思う。でそれでちゃんと対応できるようになって、あのそのアーティストの仕事で一番重要なのがやっぱりファンデーションとか動乱とかが、うん、普通に洗ってもやっぱ取れないわけ、で洗い方考えて、でそこで相談したよね。いろんな、ない環境に優しくて、なんかその汚れが落ちる洗剤、海外にないかなって相談したのがきっかけ。そうですね、こんなの当時はね、シャンプーとかボディウォッシュとかやって輸入してたけど、洗剤っていうのは全く眼中なかったもんね。俺なかったよね、あの時ね。で素晴らしいのがあったんですよ。あれどうやったきっかけで見つけた、あれは。いや全く覚えてないけど、まあ、当時その認証団体が結構強くて、USDA が、でやっぱりそのまあナチュラルっつってもなんかそういうね認証のマークついてるやつないかなって探かなんか店回ってる時に見っけたか、ちょっときっかけ忘れましたけど、足しげく足で稼ぐ人だからね、足で稼ぐタイプですから。そこで見っけて、あの日本帰ってきてからコンタクトを取った。そうもう2つ返事で やらせてくれって感じだった、だったはず。もうトントンと。それはあ、そうなんだ。それがきっかけでちょっといろいろとうちのお店でも販売したら、やっぱり評価はすごく良かったのね。超ナチュラルですごく洗い上がりもいいってなったんだけど、そのアーティストの衣装でいざ使おうと思っても、全く汚れが落ちひんなと。なるほど。裸いええ話してる、落ちなかった。落ちなかった、まあ、それはそうですね、ナチュラルで。そうで、まあ、そこで改良していこうっていうところと、やっぱりあとはその工場での洗い方とか、もう一個一個全部見直して、やっぱり洗い方わかんないのよ。そういう派手な衣装とかいろんな衣装が来るから、そうよね、分からない、ね、じゃあお願いしますって言ったって、え、どうすりゃいいのってなるじゃん。でそれを一個一個これはこうやっていこう、こうやっていこうってルールを決めていって、で全くゼロからの、全くゼロから本当に。だからもう現場も本当にこれが正解なのかどうかみたいな、分からん状態で、でもやりつつシルク・ド・ソレイユとかやった時なんかはやっぱり途中からすごいこんなんじゃダメだとかっていう怒りがね、怒りが一回来たわけよ。でどういうところがダメでしたって言ったら、やっぱそこのファンデーションだったの。落ちてないじゃん、落ちてないって、いやこれまずいと、このままじゃまずいって言ってて、その時にちょうどたまたまその俺ら洗剤作るわっていうで作ってみたっていうタイミングの時のサンプルがあったから、それをやったら OK 出た。へえ。それまではもう超ナチュラルなやつでずっとやってたんだけど、それじゃやっぱり全然出なくって、あこのサンプルまだね、その安定性とか悪かったから香りとか全然何もなかったんやけど、なるほど、でそこでようやく OK が出て、はあ、じゃあもうこれ仕事で使っていこうと、そうことになっていったよね。そうそう、だから売るつもりは一切ない、自分の仕事完璧にしたいだけだったから、っていうところやったかな。なるほど。